これまで何を基準に中古車を選んでいましたか？中古車の品質の違いが分かりますか？中古車の品質基準、 AIS の品質評価基準は今や中古車業界のスタンダードへと向かっている。10段階評価の分かりやすい品質表示によってユーザーの購買をプロの目がサポートする。プロの認定検査員による300項目以上にも及ぶチェック機能、20年にわたり培われたノウハウと第三者機関としての信頼性、 AIS は厳正かつ公正に検査し、安心して中古車を選択できるシステムを構築しました。その評価基準はメーカー系中古車事業会社との連携により業界標準へ。 AIS 中古車品質評価システム、中古車選びはこの信頼のマークから始まる。 AIS 動画をご覧の皆さん、こんにちは。今日皆さんにご紹介するのはこちら BMW 1シリーズです。初年度登録は平成17年5月、外装色は赤、評価は外装 B、 内装 A、 総合評価4点の車両です。この車で一番目立つダメージは左クォーターの D2、 こちらです。それ以外は目立つダメージ等もなく、すっきりとした綺麗な状態です。それでは早速内装と主な装備を見ていきましょう。内装は黒ベースです。運転席に若干のシワがあります。リアの状態です。エンジンをかけてみましょう。プッシュ式スタートボタンです。純正の CD がついています。オートエアコンです。車外のナビテレビがついています。そして ETC がこちらについています。タイヤ山は前が3部山、リアが0部山です。アルミホイルは全て傷があります。特に左右リアのアルミホイル、傷が結構目立ちます。ここからここまでですね。トランクルームを見てみましょう。汚れ、傷等もなく綺麗な状態と思われます。続いて下回りの確認です。若干の汚れはありますが、オイルにじみ、付け上げ等もなく綺麗な状態と思われます。左側のアルミホイルの傷です。
最後にエンジンルームを見ていきましょう。若干の汚れはありますが、オイルにじみ等もなく綺麗な状態と思われます。以上、BMW 1シリーズを AIS 検査員神奈川地区担当がご紹介しました。それではまた AIS 動画でお会いしましょう。ありがとうございました。